アルファディーレンニキーイエーイ。はいどうも、超無課金です。今回はですね、まあ皆さんがそろそろ気になっているだろう、 ZT レンニキがアルファ D とどういう関係になっていくのかを説明したいと思います。アルファ D レンニキになりました。以上です。まあまあっていうのはね、冗談さておきですけれども、まあ連日と、まあ結構ね昔からお付き合いはさせていただいててですね、まあ僕が YouTube 始める前、ミラティブとかで活動してる最中に一番最初に知った、クランのモサですかね。もう憧れでしたね。あいつは強かった、本当に。あ、過去形になってる。うん、まあ強いメンバーです。はい。で、まあ、その中でね、アルファ D とかも作ったりとか、まあ、いろんな大会の主催とかをしてきて、そこの兼ね合いで付き合いも結構増えてきてですね。まあ、レンニキと話し合った結果、昔からね、チラッとアルファ D 来る?とも、俺もアルファ D メンバーに対してね、アルファ D に、なんだろう、来る?みたいな感じのノリで、ガチで誘って断られた人はいないですね。はい。で、なんか、お金をどうだ、払ったどうたらこうたらって言ってるんですけど、アルファ D メンバーに対して給与を払うという形で言ったことは一切ないです。お金を払うから来て、なんてことはないです。まあ、基本的に、どうだろう、21時からのアルファ D の配信は、5000人の同時視聴者数を集めれて、それだけでも、やっぱり、猛者の人たちっていうのは、やっぱ見られる環境が欲しいんだよね。で、そういうなんで、まあ、お互いの理念、まあ、が一致してるというか、はい、見られる環境を用意してもらって、アルファ D をつけて知名度がついて、で、またその知名度がついた中で個人で配信する上でまた人が来てっていうような、なんで、まあ簡単に言ったら名前を貸してるような感じなんですよね。これが今のアルファ D の作りです。はい。それでですね、まあ連日は、極端な話、アルファ D の、メンバーにはなりません、今は。で、アルファ D の、まあ皆さんもご存知だろうけど、育成枠という形で入ります。連日強いのに育成枠なの、育成枠なんです。元 ZT のマスターが、クラマスが育成枠ってダサくねって言われるかもしれないですけど、もう実力はアルファ D のメンバーとほぼ変わんないです。ただもともとアルファ D は6人体制で、1チームね、1チーム6人体制でやってたんで、いきなりアルファ D に所属っていうのも何か違うのかなということで、育成枠からスタートします。で、残り推薦メンバーがディフェアとボッキーからで、まあ、1枠1枠あって、で、そちらの方を明日公開します。で、まあそのうちのね、もともと推薦枠が3人だったんだけど、このうちの、1人が連日で、残り2人は明日公開ということになります。で、前回のね、こちらの動画、多分今貼ってくれてるかな。はい。の、育成枠の、まあ、試験をした時に、エンス君とフルートが、2人が、新たに育成枠に加入しました。で、表記は、アルファ D で、行います。アルファ D で行うんですけれども、まあ、どうだろう、育成枠ということで、活動はしていってもらいます。で、21時からの大会配信の時、たまにその育成枠のメンバーが、その今の現メンバーと入れ替わって大会に出て実際どうだったかとか、そういうのをね、すべて作らさせてもらって。で、育成枠も1ヶ月に1回のその条件を、作るんで、そちらの方で、その条件が達成しなかった場合は、除隊という形になります。で、逆に言ったら、じゃあどうやったらアルファ D に正式加入できるのってなると思うんですけど、まあ1ヶ月短期契約じゃないんですけど、まあ1ヶ月更新で、アルファ D の今の現在のメンバーに関して、まあ実績がそこまでできてない。まあこの育成枠の人間よりかは、弱いんじゃないのかっていう比べ方をして、で、それで実力が伴ってないメンバーに関しては、育成枠の方に移行します。
で、アルファ D 自体は今現1チーム6人体制なんですけど、1チーム7人体制を取ります。なんで合計14人がアルファ D のメインメンバー、そして残りの3人が育成枠という形になります。なので今皆さんの大好きなこの選手って言われてるその選手が育成枠になって、そこでも達成できないっていう場合になったら、まあものすごく、言いにくいんですけれども、アルファ D からは除隊という形になります。はい、ということでですね、まあアルファ D としては、そういう動きをしていきますということをね、今回、させていただこうかなと、いうことを報告させていただきました。なぜ YouTube の動画にしたかと言いますと、話題性のある動画なので伸びるのかなと、そしたら収益になるのかなということで、ああこんなとこ入れたら俺の印象が、やめとこう、てな形でですね、やってまいりたいと思います。結構現状ガチガチな体制で、まあ、いろんな賛否あると思うんですけれども、まあ、この後連力を実際にお呼びして、まあ、今後の ZT についてとか、そういうところをね、皆さんも興味あると思いますし、僕も興味あるのでチェック確認取りに行きたいなと思っております。こんばんは。こんばんは。声ちっちゃい。こんばんは。オッケーオッケーオッケー。よし。まあ、なんで読んだかというと、愛戦いきます。とりあえず行こうや、こうや。まあ、連力に対して質問が多分あると思う。数多くの質問を、届いたので、そちらを質問していきたいと思います。ありがとう。はい、なるほど。まず ZT は解散をするのかどうか。解散はしないです。解散はしない。しない。なんで解散、なんで解散はしない。解散はしない。それはメンバーに告げてるんですか、もう育成枠に行くということは。あ、もう告げてます。それに対してメンバーは、まあもう、頑張ってください、ね、一言。愛されてる。なるほど。メンバーには一応もう許可は取ったと。メンバーには許可は取ってる。許可は取ってる。なるほど。以上です。あと何だろうな、質問。ZT の今後の活動はどうしていくんですか？まあ、俺がリーダーとしての立ち位置は変わらず。リーダーとしての立ち位置は変わらず。サブリーダーとしてイージスちゃんがいる。あ、イージスちゃんがサブリーダー。みたいな感じになってる。なるほど。普通に大会とかの参加はする。する。なるほど。で、メンバー募集もする。メンバー募集もする。する。なるほど。ちなみにクランとクランとクランと死ね死ね死ね。あ、やったやったやった。すげえ。これ待って、あ、ちょっとするやば、体力ない。ちょっと待って、喋れへん。え、行く？めっちゃ行くやん。オッケー、俺がおとりになる。俺のが体力少ないから。よし、じゃあ俺から行きます。あー、待って待って、やばい、こいつは。ナイスー、ナイスー、ナイスー。めっちゃ当ててくる。すげえ。強っ。え、やった一人。俺がやった今の。俺やった。ああ、集中してる集中してる集中してる。そんな、こんなガチでやるつもりじゃなかった。こんなガチでやるつもりじゃなかった。
なるほど。本当？なになになに？まだいる？ジョージ一人。中世。俺の目の前のヘロ。オッケー。俺が育成枠みたいやな。おーナイス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 。実際アルファ D に昇格したら毎日やれるの？あー毎日やれるか。モチベは高い？モチベは高い。いいねいいね。大会で活躍はでき？できる？できる。皆さん連日の今後に生放送も参加してくるんで、ね、連日が。あ、いける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 。で、なんか6月ぐらいから YouTube なんか真剣にやりだすんで。そうそうそう。いいね。ガチって感じ、いいね。なるほど。アルファディメンバーで喋ったことない人っている？喋ったことない。メンバー、メンバー。マネージャーとかスポンサーとかそこら辺なし。なし、なしで普通に選手メンバーだけ。そう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 。いや意外とおらん。もう全員喋ってる。全員喋ったこと。ブルーとはどうなの？仲いいの？実際。まあまあ本当初期の頃二人で周り言った。二人でなんて？周り言ったぐらい。へえ。なるほど。まあ、ブルーがまだ目立ってない時かな。あいつ、あ、そうか、あいつ目立ってなかったな、そういや。目立ってなかった。で、俺とやりだしちゃった。なんかそっから目立ちだした。もう、めっちゃ強いって知って、DBS の。そっから知ったかな。その時めっちゃやりだって一緒に2人だ。なるほどね。レンニキと俺はもともとミラティブで知り合ったもんな。確かに。ちなみにあのアルファ D 作ったのはまあ9月の半ばから知ってたやん。興味はあったん？あんまり、あんまりかな。あんまり興味はなかったん？あんまりか。入りたいって思った理由は何？入りたいと思った理由、やっぱいいこと言っとけ、いいこと言っとけ、いいこと言っとけ、いいこと、いいこと言っとけ、いいこと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 。いや、やりたいと思った理由、もうね、いいこと。いやいや、あの、正直に、まあ、活躍する場が多い。普通に活躍する場が多いとこかな。活躍する場が多い。なんかやっぱ環境の問題やな。視聴とかもリスナーさんも数多く見てくださってですね。やっぱ猛者の人はやっぱ人に見られたい。そりゃそうか、見られたいよ。それぐらいがモチベ。人に見られることがモチベ。そうやね。優越感というか、多分めっちゃ興味持ってると思うからな。みんな、まあ大体もうみんな分かってるの。俺が結構言ってるでな、ちらほらと。結構言ってるし、マロちゃんも解説してたし、解説考察やな。なるほどね。ウェーバーギー止まってる。もう、あれ、相手死にかけ。ショットガン部隊行ってくるわ、俺。あれ、そっちは死ぬ。あ、なるほど。あ、うん。ショットガン無課金行ってきます。上やな。やばい、たまない。おーし、ナイスナイスナイス。俺にあれやな、気取られて、こいつかわいそう。アルファ D メンバーで連日が思う、やばい、トイレだ。アルファ D メンバーで連日が思う
一番強いメンバーとは？強いメンバー、アルファ D メンバー。そう、アルファ D メンバーで連歴が思う一番強いメンバーとは？一番強い聞いてるか。そうね、いや、むずいな。誰と誰と誰で悩んでる？ほんな全員じゃないや。誰と誰と誰で悩んでる？やっぱアブちゃんとか、うん、ブルーあたりかな。アブちゃん、ブルー、うん、俺が思う中で一番強いのブルーなのよ。え、待って待って、俺が思う中で一番強いのブルーなのよ。うん、あいつはもうなんか一緒に回っても絶対雑魚死しへんから、なんか安定してる、安定してる、マジで。あとどの武器でも対応できるから。やっぱアブちゃんブルーらへんで。アブちゃんブルーらへんか。アブちゃんもエグかった。アブちゃんは危機戦でやってきただけあって情報量がかなり多い。アブちゃんは危機戦でやってきただけあって情報量がかなり多い。かなり多い、うん、じゃあアルファーディメンバーで一番雑魚いって思うやつ誰？それはい、いやーでも分からんな。飛ばしましょう。それは分からんな。いい日も、いい日も弱い人。はい、だ。あれ？接近で勝負。してくるのは連撃だけ。連撃今ポケモン見たよ。おーい、今ともにやつ入れたんだ。俺のポケモンが死んだ。やばいでこれ。すぐ死ぬ。あと一発でしょ。終わった。ということでですね、まあ連撃と言っても、ドンカツは取れなかったっていうことです。連撃が先般以上。